違いなくクリスマスだ。両親も出かけ、今年も誰一人誘うことができず、僕は一人ぼっちのクリスマスだったはずなのに、なんでこんなことになっている。僕からもどうぞ。誰か誘えたら渡そうと思っていたものなんですけど、それでもよければ。平気、開けていい？どうぞ。ありがとう。先生何くれたんだろう。なんでパンツ？やっぱり俺は先生のこと好きなのか。そうなの？え、うっそ、俺今声に出してた。ブイ、え、初めて生徒に好かれた。生徒なんて言ったけど、バイト先は出会いないし。田中、使用済みの油外持ってっとけ。ああ、はい。学校でも女の子と話すなんてほとんどない。すいません。なんでここに先生が。あんなこと言ってたし、まさか先生本当に俺のこと。いやでも。先生、何して。来て。おこっちに楽しい場所ある。おお、すごい。こんな場所よく知ってましたね。なんで水着。どうに、いろいろとすみませんでした。平気じゃない。表情じゃわからないけど、やっぱり怒ってる。足、あ、足、あ、ズボンですか。あ、ズボンもお買いが必要ですよね。見せて。店長に買いがあるか聞いてきます。治療しないと。行っちゃった。また失敗。ああ、すいません。まさか後ろにまだ穴があったなんて。ここはどこだ。ここ、鍾乳洞。すみません、すぐどきます。またね、運命なんて言えない。後だ。